今日空手という単語は日本が生んだ最も有名な国際語の一つとなり、世界中どんな片田舎にも必ず一つや二つの空手道場を見つけることができるものである。しかし空手道が本格的な世界普及の基礎についたのは第二次世界大戦が終わって間もない頃、わずか40年前のことであった。敗戦で多くの日本人が自らの生きることだけで精一杯の時代に、空手指導員という耳慣れない肩書きを引っ提げて世界に向かった中山軍団の空前のスケールとパワーは、百戦錬磨の中でいよいよ輝きを増しながら急速に世界を席巻していったのである。彼らが経験の中で作り上げ練り上げていった技は驚くほど合理性に富んでおり、完成度の高いものであった。彼らの一挙手一投足は世界の注目を浴び、研究され、そして広まっていった。この過程で制作されたのがこのフィルムである。図らずも決勝戦が行われるところであります。本当に我々の予想にもありましたけれども、はい、オランダは少しは出て左から突き抜くところを突き抜きで返してきました。なくなっていきます。もう一本ですね、作戦でしたな、はい、上段から入りました。左の上段のあのカンルーベック選手です。はい、出ました。ルーベックの上段。
Begley. Dan Dakveld. Ringdaal. En van Indonesië. Fournier. Engelsen zijn ook wereldkampioen. Dat is het grootste resultaat geweest. Een half punt. Moeilijk altijd die eerste partij. De openingspartij. Half punt. Een stoot op het lichaam. Geen half punt, maar de scheidsrechter honoreert het zelfs. En het is van belang ook. Dat is een goede score. Beentechniek. Meestal. Mooi. Zilver. En de. Het goud binnen. Dat is het freewheelen. Dat is het. Ja. U ziet het. Derde partij. En ook in 1975 behaalde Engeland goud in Longbeach.
団体組手で連覇を続けるイギリス、それに相対するはフランス。団体組手決勝が始まる。イギリス副将勝利、イギリスチーム優勝おめでとう。選手層の厚いイギリス、今回もこの種目での強さを見せつけた。Now with the male Kumite team in red belts, Spain. Last score now, giving Spain the second.男子団体組手決勝戦、前回の覇者イギリスと実力ナンバーワンといわれるフランスが激突した。ヨーロッパ空手の神髄、起用してきたのである。引き分け、フランス2勝2分けで勝利を確実にした。初のビッグタイトルをつかみ取った。ヨーロッパ空手の醍醐味を見せてくれての、
男子団体組手を見てみよう。この競技は各国最も欲しいタイトルでもある。日本は3回戦イタリアに3対2で敗退、メダルには届かなかった。両国とも世界タイトル、ヨーロッパタイトル保持者がずら、2敗1分け、内容も一番乗っている2人の対決である。実は4日目最終日、オットーは75キロクラス、46カ国。決勝進出は南アフリカ大会と同じイギリスとフランスの決戦。イギリスはオット、フランスはブラウンを送り出した。世界を2度も制覇しているオットにブラウン早い動きで対応。ヨーロッパ最強の男、ドイツとフランスが勝ち上がってきた。フランスは史上初の団体戦4連覇をかける。一方のWe'll be right back.
中堅戦で世界大会4連覇を決めたフランス、とにかく強い。そして副将戦、フランスが1回戦から圧倒。